はい、皆さんこんにちは。海外転売コーチの黒澤敦史です。私はいろんな動画で繰り返しお伝えしてるんですけども、オラオラギラギラの集客っていうのが大嫌いなんですよね。よくインターネットのキャンペーンとかだと、この案件は3日で消滅しますだとか、セミナー行っても今すぐやりましょう、今日入った人っていうのは、例えばこの50万円のスクールが40万円、今日だけ40万円ですみたいな売り方をしている人がうさんくさくて仕方がないんですね。っていうのも、もちろんその商売の形態にもよるとは思うんですけれども、特に物販に関してはですね、いつやんなきゃいけないっていう決まりってないんですよ。結局シルクロード貿易だとかね、日本も鎖国してた時代がありますけど、昔からずっと物を移動させて付加価値を生んで商売を行うっていう物販のスタイルはずっと存在しているわけですし、これからもずっと存在していくものですから、今日やんないと、明日やんないと、明後日までにやんないと、もうこの商売はダメになりますっていうのは、それははっきり言って理にかなってないっていうのが私の考え方なんです。ですから実際にコンサルティングのお問い合わせいただいた方に関しても、資金が今全然ないだとか、あとは時間が本当に今は全然ないだとか、そういったね、資金的な事情とか仕事の兼ね合いだとか、あとはまだ奥さんの了解が得られてないとか、旦那さんとに納得してもらってないだとか、そういったご事情がありましたら、私もじゃあすぐやるのはやめましょうってむしろ言うぐらいなんですね。で、生徒さん、今まで実際にコンサルティング最終的には受けてくださった生徒さんでも、最大半年か1年ぐらいお問い合わせいただいてから、時間をかけて資金とかコツコツ貯めていただいて、じゃあその半年後1年後になってやりましょうっていうふうにスタートした方もいらっしゃるくらいなんですよ。まあそっちの方がなんていうんですかね、普通の例だとは思うんですね。まあ半年も空くかどうかは別として、少なくともやりたいって思う気持ちと、じゃあやるとなったらこんだけ資金が必要なんだよっていう話をした時のギャップ、やりたいって気持ちはすごい高いんだけれども、資金面を考えると今すぐやるのはやっぱり長い目で見るとあまり良くないよ、少なくともあと2ヶ月3ヶ月ぐらいはもうちょっと資金を貯めた方がいいですよねっていうパターンって多いと思うんです。で、今回のタイトルにもありました話につながるんですけれども、コンサルティングを今すぐやるわけではない、やれない、やりたくない、今すぐはやらない。しかしながら、例えば数ヶ月後とか、半年後に始めるまでに、でも物販、本当は今すぐやりたいんだ。しかしながら、金銭的事情もろもろがあって、もう少し時間がかかる。仕事との兼ね合いとかね、あると。じゃあその間の期間には何をすればいいのかっていう話をさせていただきたいと思います。まあ非常に答えは簡単なんですけれども、商品リサーチと、あとはマインド面の補強といいますか、強化。まあこの2つになるわけなんですよね。まず商品リサーチ、まあ当然なんですけれども、商品をリサーチするっていうのがむちゃくちゃ大切です。商品リサーチ。あとはマインドですね、マインド。まあ実はどっちが重要かっていうと、この商品リサーチたくさんしたってマインドの方がしっかりしてなければ意味がないんで、まあ両方重要なんですが、個人的にはマインドの方が重要な気がしますね。っていうのも、商品リサーチをしようがしまいが、その人のマインド、考え方っていうのは存在していて、またこのマインドっていう言葉もね、ネットビジネスでみんなギャーギャー言ってるんで、なんか随分薄汚れた言葉に聞こえるかもしれないですけど、簡単に言えば考え方になりますね。何をやっても批判的になったりとか、自分に自信がなかったりとかすると、結局やっぱり商品リサーチしてもいつも戻ってっちゃうんですね。いつものコンフォートゾーンと呼ばれるいつもの世界に。例えば商品リサーチをした後何を行うかというと、当然ながらテスマっていうのを行います。で、テスマを行う段階で我々が必要なのが投資なんですね。投資っていうのは、まあ簡単に言えばお金が発生するってことになります。で、ここがね、結構立ち止まりポイントの一つであって、まず商品リサーチ自体も、なんて言うんでしょう、まあ簡単じゃないですよね。今までやったことないことだから、自転車乗ったことがない人が自転車いきなり乗ろうと思ってもなかなか乗れないのと同じように、商品リサーチってこれ作業ベースで考えても、そんな簡単な、誰でも簡単にできるっていうもんではないっていうのは思うんですが、でも物販の熱意があればね、そして前向きに進めるのであれば、商品リサーチっていうのは行えるんですが、この投資っていうのが結構ネックになると思うんですね。まあちょっとね、マインドにも直結する部分なんですけれども、我々っていうのは、私も含め小学校中学校、私は大学は中退なんで高校までですけども、小学校から高校までの12年間で、俗に言うマネーリテラシーとか、
あとはファイナンシャルリテラシーなんていうこともありますけど、ファイナンシャルリテラシー、要するにお金や、まあ、金融関係のリテラシーっていうのは、まあ、簡単に言えば、まあ、知識とか考え方ですよね。っていうのは学んでいないんですね。要するに投資マインドっていうのが培えてないわけです。で、これがよく従業員気質と起業家気質なんて言いますけど、我々って消費のためにお金を使うことっていうのは誰でも学んでるわけです。まあ、簡単に言えば、従業員の従っていう字は従うっていう字ですけれども、まさに何かの会社に従う。まあ、仕事に関しても従う。で、お金に関してもなんか従う。まあ、要するに会社からもらったお金を使って、いろんなものを買うっていうことは、消費者としてお金を使うことはみんな長けてるんですよ。爆買いだとかね。まあ、中国人の爆買いの言葉とかありますけど、まあ、とにかく消費をするためにお金を使うってことは、我々が昔からやってることです。駄菓子屋に100円握りしめていって、駄菓子を買うっていうのはこれ消費ですよね。しかしながら、投資としてお金を投じるっていうことに不慣れなんですよ。だから、このマインド面に関しても、マネーリテラシー、ファイナンシャルリテラシーに関しても、はっきり言って我々は一般の教育科では相当勉強不足です。さらに言えば、学校の先生っていろいろ教えてくれますけど、マネーリテラシー、ファイナンシャルリテラシーっていうのはなかなか教えてくれないんですね。理由は簡単で、学校の先生も分かってないから。自分が分かってないことを教えるっていうのはできませんから、教えてたとしてもその知識がかなり生半可だったりするわけですね。ってことは、こういったことを学ばないまま、そのまま社会人になってしまったと。で、会社も会社で従業員として隷属させて、まあ生かさず殺さずみたいな会社だってたくさんあるわけじゃないですか。要するにこの日本の国家の中での人の扱い方っていうのが生かさず殺さずなんですよね。で、お金稼げなくなったら生活保護はあるものの、給料っていうのもなかなか上がらんと。で、給料は上がらないんだけれども、いろいろな各社のコマーシャルでね、CM で高級車を買ったら人生が変わるだとか、大きな家を買ったら、立派なお父さんだとかね、いろんなそういった刷り込みっていうのがメディアによってなされていて、営利的なね、CM などなどでメディアによってなされていて、本来その人が、使うべきじゃない量のお金もガンガン使わせようとするわけですね。でもお金ないよって言ったら、いや家だったらフラット35がありますよとかね、銀行であれば、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっとしたローン制度もありますよ。クレジットカードもそうですよね。ありますよだとか、あと車であれば、なんと今なら金利 0.1% で車が購入できますよとか、付けを払わせるんですよね。要するに未来まで拘束できる手段ですから、さらに言えば我々からすれば借金をするっていうのは未来の自分にツケを払わせてる。今の自分の尻拭いを未来の自分にさせてるって行為が、まあ簡単に言えば借金ですから、そういった制度によって、それこそフラット35だったら35年後まで毎月10万円ずつ納めますよとかね、いうことを行うことによって、我々っていうのは生かさず殺さず隷属され続けた人生って、され続ける人生っていうのを送るのは非常に簡単です。だってそういう国家なんだから、簡単に言えば国っていうのはそういうもんだから、自国民っていうのを、まあ私の偏見もあるのかもしれないんですけど、自分のその国の中でね、ずっと隷属的に働かせるっていうことを求めている。まあそれは収益になりますしね。だから、このマインド面っていうのもいろいろ変えていく必要がある。で、マインド面を変えていくときに、まあ私がいろいろね、このいろいろな動画の中でも本をお伝えしてますけど、例えば堀江貴文さん、堀江門の本だとか、あとは、まあ、一般的なお金の本だったら、有名なのがロバート清崎の本とかもありますよね。金持ち父さん、貧乏父さんか、貧乏父さん、金持ち父さんか、どっちが最初か忘れちゃいましたけど、とにかくそういった本もありますよね。だから一般的によく知られている本も含めて、まあ、俗に言う自己啓発本といいますかね、そういった本っていうのも絶対見てみたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、このマインド面を培うために読書をしたりだとか、いろんな情報、今はオーディオブックがあったりとか、Kindle があったりとかしますよね。Amazon のオーディブルっていう公式のオーディオブックの販売サイトってありますし、あとはオーディオブック JP かなっていう、もともとはフィービーっていう名前だったんですけれども、オーディオブックを日本で一番ね、先駆けて、オーディオブックっていうのを
売り始めたサイトっていうのもあります。私は両方ともアプリインストールしていて、オーディブルになかったらフィービー、まあ昔で言うオーディオ、あ今で言うオーディオブック JP で買ったりとかしてるわけですよね。でそのようないろいろな書籍を読むことによってマインド面っていうのは培うことができるし、あとは小難しいことを抜きにしてね、引き寄せの法則なんて言いますけれども、前向きな感情を持って具体的に行動していく、前向きな感情を持って具体的に行動していくっていうのを習慣づけるっていうのも重要になりますね。後ろ向きな考えを持って曖昧に何かに悩んでいて全く行動しないっていう状況であれば、やっぱりそれはなんて言うんでしょう、なんか裸の王様じゃないですけれども、自分が悲劇の女王、悲劇の王様になっちゃうわけですよね。何かにつけて他責にしてしまうとか、そういう状況だとやはり結局物販っていうのは給料制じゃないですから、10時間商品リサーチしたから時給1000円で1万円もらえるなんてわけじゃないんですよ。10時間商品リサーチしようが1万商品リサーチしようが、それをテストマーケティングしてみて、ただ出しただけではなくってちゃんと考えてね、差別化するにはどうすればいいかとか、相場価格はどうだとか、出してみて思いのほか売れなかった商品はじゃあどういうふうに商品ページを改善 しなければいけないのかっていうのを前向きに具体的に考えながら行動し続けるっていうのを行わないと、青天井ですけど物販って結局底なしってことですからね。あの下はしっかりとちゃんと時給30万円はキープできた上で上が底なしなんて世界はないんで、上も下も決まってるか上も下も決まってないかの世界で、で物販の世界っていうのは上も下も決まってない世界なのでね、あの青天井だから物販やりますって言ってても底なしですよっていう意識がないとダラーンってだらけて、でなかなか実績が出ないと不満に思ったりするだけで終わっちゃう、他責にするちょうちになっちゃいますので、マインド面を培う必要がありますし、この投資をするっていうこと、お金を増やすためにお金を使うっていう考え方ですよね。それが、まあ、投資をする、お金を払って物を購入して、でその物、まあ、買い付けてですけどね、買い付けてその商品っていうのを売る、付加価値をつけて売るっていうことを行うための考え方っていうのも必要になってきます。だからこのマインド面の強化っていうのは非常に重要になってきますね。あとマインド面の強化で私2つ申し上げさせていただきたいとすれば、絶対的な法則を探そうとする人が多すぎる気がします。絶対的な法則っていうのは、こういう商品リサーチしたらいいとか、こういう場合はこう出したら絶対にいいっていう法則ですね。これは簡単に言えば、複雑なというか多種多様な商品のことをジッパ一からげにして一回で一瞬で理解しようと思っている人の怠惰だと思ってます。絶対的な法則っていうのはないんですよ。絶対的な正解っていうのはないんですよ。例えばね、ここにドラムのスティックありますけど、で一つ前の動画でも出しましたけど、こういうふうに叩くのか、こういうふうに叩くのか、なんかこういうふうに叩いてみるのか、それとも親指をちょっと横にしてこういうふうに叩いてみるのか、こうにつまんでみるのか、中指でつまんでみるのか、いろんなやり方ありますね。どれが絶対正しくって、どれをやれば絶対にドラムは叩けるつんじゃなくって、その人によっても違うんですよ。同じ商品を扱うって言ったって、その人の考え方によって多種多様な答えがあって叱るべき。誰だってドラム一つ取ったって手の長さ人によって違いますよね。どういう曲叩きたいか違いますよね。同じドラムのスティック一つ取ったって正解っていうのは一個じゃないんです。それと同じように商品に関しても出し方が一個じゃないし、こういう場合は必ずこうすればいいなんてね、その教科書通りに進んでいくだけで何でもかんでもうまくいくっていうのはへそで茶を沸かすような話になってしまいますので、そういうところも含めて創意工夫や臨機応変さっていうのも必要になってきます。だから多くの人が何でもかんでも法則を求めようってするのは、法則を求めたいんじゃなくて単純に怠惰になりたいんですよね。怠惰になりたいっていうことの表れなんじゃないかなっていうふうに思います。何でもかんでもね、安心するんですよ。絶対的な法則があればこうしたらいい、こうしたらいい。要するに小学校中学校高校でずっとレールの上を歩いてきたわけです、我々っていうのはね。結局何月何日までに数学のテキストの問題集の数学の問題集の23ページから35ページまでを提出しましょうとかね、テストの点数で何点が平均点で何点以上取ったら自分はいいだとか、そういった決まりきったね、一個一個の決まりきったルールの上で、なんだろう、一喜一憂しながら生きてきた年数っていうのが多いし、特に日本中は世間的にはとか世間体はとかね、社会的にはとかね、常識的じゃないとかいろいろあるわけじゃないですか。一つのルールに縛られてそこを守ってればいい人、そこから外れた人はダメな人みたいなことがあるんですけれども、そういった分かりやすい一個の法則で成り立ってる世界ではないですから、物販はそういった面でマインドを培っていくっていう必要があると思います。まあ、ちょっとね、小難しいこと話したんですが、とにかく前向きに具体的に行動し続けるためには、商品リサーチをしている、
するにあたってね、まあ、実際コンサルティングを受ける前の間、一人で商品リサーチをする間も同時にマインド面っていうのを培っておく必要があるし、マインド面を培う際に今まで自分が勝手に培われてきた、もしくは洗脳されてきた、自分もそう思い込んできたっていうルールを一つ一つ見直すぐらいの感覚が必要なんじゃないかっていうふうに思います。例えばですね、それを見直す一つのやり方として、私が今お伝えしたオーディオブックとか書籍の自己啓発系っていうのを読んでみるってことですよね。で、自己啓発系の本でも、例えば Amazon の商品レビュー見るとね、これも他の動画で話したんですが、ある成功者が今までどうやって成功したかみたいな本ってよう出てるじゃないですか。で、その本のレビュー欄を見ると、この人の自慢話が書いてるだけで本当に薄っぺらい内容だとかね、この本っていうのはその人が、まあ、自分がどう成功したかを書いてるだけで、まあ、よくありきたりの成功本だなみたいなコメントって結構たくさんあるんですよ。で、そこのコメントから疑ってみる必要があるんじゃないかなっていうふうに思います。例えば一つの本で、そのこんなの薄っぺらい内容だとか、ただ自分の成功自慢したいだけじゃねえかっていうコメントがたくさんあったとしたら、それが少なくとも大衆の考え方ではあるんですよね。じゃあその大衆の考え方っていうのはそれでいいのか、それは従業員気質の人からすればいいって場合もあるんですよ。要するに自分で仕事をまあ、生み出したりね、クリエイティブに仕事を行って抜きんでて大成功した人と一般的な人っていうのは考えが一致してるはずないわけですよね。って考えると、コメント欄で薄っぺらいって言われてたら、いや、それはそうじゃないんじゃないか、ないかもなっていうふうに考えてみることが重要で、私は実際にその成功した人の何十年の記録っていうのを一冊の書籍にギュッて凝縮したようなものを1000円とか1500円、1200円とかでね、購入できるってすげえなって思うんですよ。普通我々生きてたら自分一人の人生っていうのは理解してますけど、周りの人の人生って書籍一冊分理解するってなかなかできないですよね。それを大成功した人が実際こうやってここでこういうふうに考えてっていうことを書き記した本、まあ嘘書いてあったら困っちゃいますけど、そういった本っていうのを、まあ、1000円に千数百円でね、我々が手に入れることができる、その人の成功までの軌跡っていうのを追体験、文章ベースでできるというのは非常に有益な機会なんじゃないかなって思うので、でもそういう本って意外とね、その薄っぺらいただの成功体験、自分の成功自慢じゃないかって、いや、その成功自慢だけども、その内容すごくないって、誰かが成功した軌跡ってさ、普通そんな聞けないよみたいに私はこう思うわけですね。だから一般的なレビューがいいとか悪いとか抜きにして、気になったら買ってみるとか、気になったらその著者について調べてみると、場合によっては YouTube の講演の映像とかも出てくるかもしれない。で、そういうのを見てみて、お、この人なんかすごい面白いこと言ってんなっていうね、自分自身の生の感覚、フレッシュな感覚で本を選んで買ってみて読んでみるとかいうのも重要になってくると思います。で、話をちょっと前後途中から入れ替わったり立ち替わったりしちゃったんですけれども、この商品リサーチの方に話を持ってきたいと思います。まあ、マインド面は今話した通りなんですが、こちらの商品リサーチについてはですね、例えば相場価格だとか、あとは利益率だとか、まあ相場価格って結局利益率につながりますから、あとは商標ですよね、商標登録、相場とか商標についてはっきり言って、ここに関しては本当にコンサルティングやらないと分かんないこと多いと思うんですよね。だからもちろんネット上のいろんなブログだとかね、私のこういった YouTube 動画も含めて調べてみて、なんとなく相場価格の出し方はどうなんだっていうのは、まあ、相場価格に関する動画も何本も出してますし、商標に関する動画も何本も出してるから、無料で学べるっちゃ学べるんだけど、一個だけコンサルティングやらないと学べないことっていうのがあるんですよ。それは皆さんが実際に調べた商品一つ一つの相場はどうなのかっていうことを具体的にチェックしていく、一緒にチェックしていくってことはできないんですよね。結局のところ、ネット上の情報っていうのはあくまでも自動的に得られる情報、まあもちろん能動的に検索はするんだけれども、その情報自体っていうのはもう決まっているものですよね。私の録画したこの動画であれば、皆さんから質問がリアルタイムできて、それに対して答えるとかじゃなくて、もう決まったこの撮影したこの一つのデータですよね。として皆さんがご覧いただいているわけなので、ご自身が実際に調べられる商品っていうのは各セラみんな違います。
で、皆さんがどういうふうに出していきたいかっていうのも、たまたま同じ商品調べたとしても、やっぱり考え方っていうのは全然違うわけです。ですから、その人の考え方に沿って、その人が実際に調べた商品一つ一つの相場や商標、あとはその商品の、まあ、難しい点とかリスクだとか、そういったものについて話し合うっていうのは、やっぱりコンサルティングをやってみて、第三者の目、講師とかコンサルタントの目を通して客観的にデータも検索してみて調べて、で、テスマに臨むって言った方がリスクは格段に下げることができるわけですよね。で、その作業自体はするのはなかなか難しいと。少なくとも第三者が入っていって商品をチェックしてもらって具体的に見てみる。客観的に俯瞰的に見れる立場の人が見るっていうのは難しいわけですから、こういったことっていうのは実際コンサルティングを始めた後に考えればいい話。ですから、商品リサーチを皆さんが行う際の最初の目標っていうのは母数です。母数っていうのは商品数ですね。商品数をたくさん増やすわけです。例えば商品が10個しかなかった、で、10個しかないところから8個選びましょうっていうと、結局のところもう選択肢が10個しかない中で8個選ぶっていうと、なんかまあ2個どれを省くかってだけじゃないですか。でも100個調べた中から8個選ぶっていうと、当然ながら100の中の、自分が調べた100の商品の中のよりすぐりのベスト8なわけですから、やっぱり精度がおのずと高くなるわけですよね。で、初めはどうしても商品リサーチして、まあこの商品は口をつけるもんだからダメ、この商品っていうのは命を預けるものだから、例えば前回の動画だと検索ロープって言っちゃったんですけど、傑作ロープとか牽引ロープですよね。そういったものはダメ。山登り、登山に使うようなもの。あと、おんぶ紐、抱っこ紐みたいな子供方にね、抱えるものであれば、それがブチって切れて子供頭から落ちちゃったら、とんでもない、赤ちゃん頭から落ちちゃったら、とんでもないことになりますから、そういうのもダメとかね、どんどん省いていく流れにはなるんですけど、とにかくそういう小難しいことも抜きにね、とはいえ、もちろんいろんな動画で、ちょっとずつ基本的な知識っていうのは自分ができる限り独学で入れながらも商品の母数を増やしていくっていうのを進めていただく。これを進めることによってテストマーケティングまで、コンサルティングスタート時からテストマーケティングに移るまでの期間っていうのを縮小することができます。通常はゼロからスタートしても別にいいんですよ。私の生徒さんっていうのは半数以上が未経験者か初心者の方ですから、だからそこからスタートしていくんですけど、商品リサーチってやってみた人はわかると思いますけど、思いのほか時間がかかると思います。いろんなこと考えすぎちゃったりだとかね、考えるべきところを考えてなくて見落としちゃったりだとか、そういったところを軌道修正するのに大体 1,2 週間っていうのはかかってしまいますから、おそらく商品リサーチをやり始めた方って予定よりも場合によっては1ヶ月2ヶ月経っちゃうってこともあると思うんですよね。実際私のコンサルティングって6ヶ月ですけど、初めの1ヶ月目が終わる頃にテストマーケティングをするっていう目安を設けてはいるんですが、それ通りに買い付けられる人っていなくって、いないっていうのはあんまりいなくって、だいたい2ヶ月とかかかっちゃうんですよ、初めのテスマまでに。そのぐらい商品リサーチっていうのは時間がかかるものですから、だったら3ヶ月後に始めようとか半年後に始めようって思っている方、とにかく商品リサーチを行ってみる。で、商品リサーチした商品っていうのをどれがダメだいいだっていうのを考えてから書き込むのではなくって、とにかくこれ面白いな、面白いな、興味深いなっていう感覚、好奇心ベースでもいいですから、いろいろなカテゴリーの商品をちょこ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 リサーチしてみて、それを Excel でご自身のやり方でいいですから書き込んでいただくっていうことが必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。その際に商品リサーチをしていてもやっぱりちょっと利益率が気になる時っていうのは FBA 料金シミュレーターっていうのがあります。英語だと Amazon リベニューカリキュレーターかな。で、とにかくFBA ってFBA 料金シミュレーターっていうのは日本語の名前なんで、日本の Amazon でもアメリカの Amazon でも一般的に使えるような料金のね、算出カリキュレーターっていうのが算出するための そういったネット上のページっていうのが無料でありますし、あとはいろいろなツールもありますよね。で、私はツールを使うことっていうのは推奨してなくて、もうツールで検索するって前にまずアナログの検索力を身につけないと、ツールに依存するとツールがうまく動かなくなった時にツールで泣くじゃないですか。しかもいつまで経ってもそのツール越しでしか商品を見ることができない人になっちゃうと、これはかなり弱点になってしまいますから、アナログリサーチすることをお勧めしてるんですけど、そういう意味で商品検索するためのツールの話じゃなくって、利益率を検索するツールみたいなものもあったりしますので、そういうものに関しては使ってみて、だいたいコストがいくらぐらいかかると、まあ買い付けが
いくらくらいかかる、アマゾンにいくらぐらい手数料取られるっていうのを、まあ、ざっくりとでいいんでね、計算してみるっていうのも、まあ、ある程度ご自身で独学でやってみてもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、それがわからなければ、まあ、中国での URL ですね。URL とか中国の商品名を、まあ、Excel にポンポンって入れておいて、で、何件で買えるっていうのを入れておいて、アメリカだと似たような商品、同じ商品探しする必要はないんで、あの、新規出品ブランド戦略ですから、似たような商品がいくらぐらいで売られてるみたいなものをバーってこうリストで書いておくってだけでもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。というわけで今回はですね、コンサルティングを今すぐやらない、やりたくない、今はやれないっていう状況の方が3ヶ月、4ヶ月後もしくは半年後とか、もしかしたら1ヶ月後ぐらいに始められる方もいらっしゃるとは思うんですけど、とにかく実際にコンサルティングを始めるまでの間の間に何を行っていく行けばいいのか、どんな準備をしておけばいいのかって、これ結構ねお問い合わせいただいてから実際にコンサルティングも何月何時くらいからやりますって決めた方からよくいただく質問でもありますし、まだまだ資金溜まってないんだけれども何か今のうちからできることありますかってことは要お問い合わせでもいただくご質問でしたので回答させていただきました。簡単にまとめさせていただくと、とにかくマインド面中の培うってこと、従業員気質ではなく、まあ俗に言う起業家気質ですよね。全て自己責任だとか、自分でいろいろ創意工夫してみるとか、一元的に考えず多角的に物事を見てみるだとか、前向きになるとか、具体的に行動するだとか、そういったことをしっかりと培っておく、まあいろいろな自己啓発本だったり、私の動画でも結構マインド系の動画っていうのは多いので、もしご参考になるのがあればそういうのをご覧いただいた上で、商品リサーチはとにかく母数を増やすっていうことだけ意識して、いろいろなカテゴリーの商品を調べておくといいです。っていうのもね、じゃあ商品リサーチ母数増やすんだっていうと、カバンだけカバン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 って調べられる方いるんですけれども、1個カバン見つければその類似品を探すのっていうのは、中国のサイトでも、要するにアリババでも、アメリカのAmazon.com でも比較的簡単にできるんですね。で、実際テストマーケティングするときも、初めから一つの同じようなカバンをババババって出した方がいいんじゃないかっていう方もいるんですが、それはめちゃめちゃリスキーな行為で、実際に販売したことないにもかかわらず、一つの商品もしくはその並びにその類似品っていうのにかけちゃうっていうのは、これ総崩れのリスクがありますから、いろいろなカテゴリーの商品をちょこちょこ出してみるのがテストマーケティングとしてはいいっていうことで、あともう一点ポイントがあって、実はですね、一つの商品バコって出すよりも、いろいろなカテゴリーの商品ちょこ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 出した方が結構セラーのレビューとかもらいやすいんですよ。で、セラーとしての評価をある程度増やしていくっていうのが初め大切なことになりますね。それによって Amazon の中で使えるあのサービス、あのプラン、まあ、正確に言うといろんな広告をかけるプランだとか、プロモーションを行う、いろんなキャンペーンを行うプロモーションだとか、そういったものがね、使えるものと使えないものって出てくるんですよ。だからとにかく評価を、セラーとしての評価とか商品のレビューとか、まあ、これ両方大切ですけれども、まずセラーの評価を増やすって意味でも、いろいろなカテゴリーの商品をちょこちょこ出してみると、このセラーの評価っていうのがもらいやすい。もらえると Amazon のいろいろなキャンペーン、プロモーションっていうのを使えるようになる。単純に権限が付与されない場合がものってあるんですよ。あのセラーとしての評価がないと使えませんよとかね、セラーとしての評価がいくつ以上じゃないとこれは使えませんよっていうものもあるので、そういってみてもいろいろな商品をちょこ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 出してみるテストマーケティングのスタイルを初めに行うので、いろいろな商品をとにかくちょこ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 集めて、母数を増やしていくってことが重要になる。ということです。というわけで、少しでもご参考になれば幸いです。最後までご清聴ありがとうございました。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では、失礼いたします。